それではやっていきますおさん。うるせえ、クリア率は約 5% なんだぜ。鍵にコイン、そしてダッシュ。まあなんとなくわかるんだぜ。要はあれでしょ、裏眼筋に挑むような感じでしょ。あまりに不正解すぎて逆に正解にしてやる。ありがとう、てクソガメ。これはうまく亀を踏んでいかないといけないのか。かわいいかわいい亀さんを踏むわけにはいきません。ということで慎重に行きます。ただ単に逃げてるだけだろ。しかもさらっとクリボーは踏んでいくスタイル。あと7秒。これ間に合うのかな？ちなみにこれはガチの2回目のため、先が全くわかってません。はい、ゴール。今完全に会長をスルーしてたな。だって関わりたくないんだもん。同感なんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきまりまりまり。クリア率は約 21% なんだぜ。しょぼん。これは孔明警戒だね。個人的にしょぼんのアクション実況もいつかやってみたいな。でもウプ主だよ。絶対クリアできずにお蔵入りだよ。プレイするのはお前だ。望むところです。30時間でクリアしてみせましょう。もう少し目標を高く持ってくれ。わかりました。40時間で時間を高くするんじゃねえ。おっと、さすがしょぼんのコース。落とし穴とはやりますね。完全にお前が勝手に落ちていっただけなんだが。あれ、やばい。これは終わったー。ボム兵ちゃんありがとう。そして役目を果たしたボム兵ちゃんは儚ってる。ちょっとマリサ、残骸邪魔だからゴミ箱に入れておいて。命の恩人の扱いひどすぎるだろ。てかやはりしょぼんのコースというだけあって結構孔明が多いんだぜ。まあでもこの天才霊夢ちゃんならお茶の子さいさいでござんす。さっきからかなり危なっかしいんだが。もうこれは演技ですよ。え、ムッキおもしろー。これももちろん演技だよな。はい。ふう、もう上ずっと歩き続けます。二度と地上へは行きませんと言いながら思いっきり地面を歩いてるんだが、残念、実は1ミリ浮いてる。え、なんかさーうおーからのゴール。今回は鬼畜という感じではなかったが、やはり孔明が凄まじかったんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。はい、それではやっていきマインクラフト出しましたよ。遅くなったのに偉そうに言うな。そしてクリア率は約 5% なんだぜ。お、ゴーマーダーレーからのマリサこんにちはわ。そしてさよならよん。もはや当たり前になりすぎて若干スルーしようとしている私がいる。ってユージロー。危ない危ない。あそこのユージローは反則でしょ。そしてさらには唐揚げまで。このコース。やばい。まあクリア率低めだし、集中しないとリタイアになるかもだな。リタイアはありえません。リタイアするぐらいなら死んでやります。私はリタイアという言葉が一番嫌いなんです。やり遂げないと前に進めない。そう私は思うんです。今まで散々リタイアし、動画も失踪ばかり。自分のこと棚に上げすぎだろ。正直ガチで引くんだぜ。ガチで引くのだけは笑えないのでやめていただけませんか。マリサ、リベンジです。よし、肉を切らせてマリサ立つ。まさしく天才。ただのゴリゴリ野郎じゃねえか。さて、ここは慎重に行けよ。チビマリオだし、トゲに当たったら一発アウトなんだぜ。安心してください。自宅を出ればいつも死体を狙われている私ですよ。余裕のよっちゃん以下です。本気でお前の人生が心配になってくるんだが。お、スター、私にふさわしいスター、待ってー。余裕、のわー。引っかかったなあのゴミ野郎、絶対許しません。さあ行くぞーの前にキノコ取って改めてさあ行くぞーおやーからのジャンプ。そしてなんかクラウンがあるので乗ってみまりのよー。お前最近うるさいって誰かに言われたりしないか。街で人とすれ違うたびに言われます。いつらするなって言うんです。ひどいでしょ。それはうるさいというよりお前が臭いんだろ。え、そういうこと。私バラの香りだもん。パートを重ねるごとに霊夢の自信がなくなっている件について。いや、私はバラの香りだ。そうだ、そうに違いない。よし、ではやっていきます。さあこの中身はマリサー。ここでやられてたまるか。もうゴールは目の前。早く行かねば。マリサお願いします。やめてください。もうゴールさせてくださいませ。断る。ゴール目の前だったよー。もうお腹いっぱいです。トライフォースを見せつけていきましょう。見せつけて何になる。穏やかな気持ちになります。ということでゴール。今回はカットしてるが、最初のハンマーブロスのところで手こずったんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。おー、タイム更新。
ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたら、こちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。